新型コロナワクチンの接種を円滑に進めるため、今月1日に設置された県の新型コロナワクチン接種推進班が、市町村と初の連絡会議を開きました。第1回となる今日の会議はオンラインで行われ、県の新型コロナワクチン接種推進班と県内市町村の担当者が参加しました。奈良県では3月中旬に医療従事者を対象に優先接種が始まる予定です。その後、4月以降に予定されている高齢者などを対象にしたワクチン接種は各市町村が担当することになっていて、県は円滑に進めるため市町村と連携し体制を作りたいとしていました。今日の会議では、国から配分されるファイザー社のワクチンを無駄なく分配するため、県と市町村でワクチンの必要量を連絡し合い、余った分は県で保管するという体制を確認しました。一方で、市町村からは医療従事者の確保が課題に挙げられました。住民向け接種は市町村主体でございますので、市町村から聞いている課題としましては、先ほどこちらの方ありましたけれども、医療従事者の確保というのが声としては大きいのじゃないかというふうに思っています。ワクチン接種の明確な時期はわからないとしながらも、今後も必要に応じて連絡会議を実施したいとしています。